本日ご紹介したい本です。人は話し方が9割、長松重久さんが書かれた本になります。長松重久さんは2001年にたこ焼き屋から始め、2003年にはダイニングひなだ屋、こちらのお店は口コミだけで毎年1万人が全国から集まるような繁盛店になったそうです。そしてその後、自身の経験を生かし、人材育成、全国での講演セミナーを行う実業家になられています。本当にスペシャルな方でございます。その方の人材育成スキルの詰まった本書は、それぞれ独立しても見ていただけるように2部に構成を分けて本解説を進めていきたいというふうに思っております。本日につきましては、まずその第1部目としてお伝えさせていただきます。まず第1部の結論です。この本を読むと、会話ベタの方でも人と話すのが楽しくなるコツをつかむことができます。話し方で損している方も得をすることができます。とは言っても、なかなか初対面の人とうまく話せない、会話が続かない、相手を怒らせてしまったなどの経験が多々あると思います。少なからずコミュニケーションに苦手意識がある方は必見です。確実にコミュニケーションがうまくなります。まず、本日は第1部として、話し方が人生の9割というお題目で4つポイントに絞ってお伝えしたいと思います。1番目です。話の上手い人は人生うまくいく。2番目です。普通の人でも簡単に会話名人になれるコツ、これは3つあります。3番目です。話し方は聞き方が9割。4番目です。相手が9割話したくなる拡張話法について、この4つの点で話していきたいと思います。まず1番目です。話の上手い人は人生うまくいく。皆さんは自己肯定感という言葉をよく耳にすると思います。新聞や雑誌でも載っていること、また本でもよく見かけることはあると思います。自分は自分の人生をしっかり生きている、何を言われようとも価値のある人間だと思い込んでいくという考え方です。先進国7カ国の調査で、高校生を対象にした調査では、この自己肯定感が日本は7位という最下位という結果でした。まさに大きな問題と言える状況です。これは今まで生きていた環境において、自己肯定感の強い大人によって育ってきた子供は自己肯定感が強いと言えます。この力が身についていくと、会話、生きること、すべてにおいて楽になっていきます。ではどうやって自己肯定感を引き上げていくか。それは相手の言葉を重く受け止めすぎないことです。一度や二度の失敗でも重く受け止め、会話に自信を失ってしまう。何百人と出会ってきた人の中からたった一人言われたことを気にして会話を楽しまないのはもったいないことです。この人はこういった話が苦手なんだなと受け止めることで、次の話題に切り出すことが大事です。相手を否定しなければ、相手もあなたを否定しなくなります。全肯定をする空間を作ることで、自己肯定感も高まっていきます。結果として、日々の会話を円滑に楽しくなっていき、人生は1日ずつ改善されます。1日ずつ良くなれば、毎日が楽しいという結果になります。だから、話の上手い人は人生がうまくいくと言い切れるのです。2番目です。普通の人でも簡単に会話名人になるコツは3つあります。この3つのコツについてお伝えさせていただきたいと思います。まず、コツの第1です。否定しない空間を作る。人は話すのが苦手なのではなく、ほとんどの人が話せるメンタル状態に持っていくことが苦手であるという状況です。意見を出しやすくするように、否定を禁止することで、お互いに意見交換が可能になり、心理的に楽になります。コツの2番目です。笑顔でうなずく。うなずき文化とはとても大事なことですが、なかなかこれが実践されてないのが現状だと思います。人にうなずいてもらうだけで安心感を生みます。その人本来のパフォーマンスが発揮できるので、うなずきは意識的に行うことが重要です。これをすることによって、相手も話しやすく、そして自分が話す時も相手もうなずいてくれるという好循環が生まれます。コツの3番目です。プラストークと言います。このプラストークはまさに前向きな話です。前向きな話は人を元気にします。人を褒める、感動した話をする、今の現状を良くする、こういった前向きな話をし続けることで、否定的な環境から肯定的な環境に変化をしていきます。全肯定する場所に身を置きつつ、全肯定な場所に変化をさせていくこと、これがとても大切です。このコツ3つ、これを実践していただくと、会話名人に皆さんもなっていただくことが可能です。3番目です。話し方は聞き方が9割。あれ？話し方、聞き方、どっちだっけ？と思われる方もいらっしゃると思います。話し方の本なのに聞き方と思われるかもしれません。本来の人間の本能を振り返ると、人は、
本来自分のことが一番大事で、自分に一番興味関心を寄せている生き物です。一番興味のある相手自身のことを主役にすれば、自然に相手の感情は高まっていきます。大事なのは相手の自己肯定感を高めることで、相手はあなたに好感を持ってくれるということです。話し方を変えた事例として、ある営業マンの話をします。これは永松さんが懇親会で出会った営業マンの方です。とても情熱的な方で、とにかく熱く自分自身の話をしすぎる傾向のある方だったそうです。その方に自分の話を2割、顧客が自分に求めていることをヒアリングするスタイルに変えたら売上が2倍になりますよとアドバイスをされたそうです。そしてその半年後に講演会で直接お会いした時には、実は大きく雰囲気が変わっていたそうです。今まではかなりこう圧力、威圧的なところがあったそうなんですが、次会った時には非常に親しみやすい笑顔をされて、雰囲気が柔らかく丸くなっていたそうです。その後即実践をされたということをですね、本人からお話を聞いたそうです。そして結果としては営業成績がなんと5倍に変化したとのことでした。彼が実践したことはたった一つ、聞くことを徹底したことで5倍の営業成績を出し、表彰されるに至ったそうです。それでは4番目、相手が9割話したくなる拡張話法。かなり実践的な内容が入っております。人は自分に一番興味があり、自分のことを認めてほしいと思っています。自分のことを分かってくれる人が大好きです。コミュニケーションがうまくいっている人が使っているテクニック、それは拡張話法です。相手の話を広げることが目的です。ポイントは5つあります。簡単、反復、共感、称賛、質問というこの5つがあります。まず1つずつ説明をいたします。まずは簡単です。相手の話を聞いた時に受ける感銘の表現です。相手がこんなことがあったんですよというふうに言いました。自分の返答としては、へー、ああそうなんだというふうに反応を伝えます。2番目です。反復、相手の話を繰り返す。相手が最近ジョギングを始めたんだと言います。自分としては、わあジョギングですか、いいですねというように相手の話を繰り返します。3番目、共感です。相手の話に感情を込めて理解を示します。あー分かります、大変でしたね、あ良かったですねとか、あそれは頑張りましたねなどです。4番目、称賛です。相手を評価します。あそれは素敵ですね、あすごい、さすがですねというように相手のことを評価をします。そして5番目が質問です。相手の話を中心に展開させていくために、その後も追いかけて、え、それでそれで、え、その後どうなったんですか、え、もっと話聞きたいです、このように話すことです。この拡張話法を使うには、相手の話を広げるための手法です。人間は人を分かってほしいと思うものです。会話をしていたあなたに対して、また会いたい、また気分よくたくさん話せたと楽しい気持ちを持っていただくことにつながります。このような拡張話法の言葉のストックをぜひ身につけていただけるといいかと思います。いくつかご紹介させていただきます。あ、そうだよね、わかるよ、あ、大変だったね、あ、よかったね、私も嬉しいです、へえ、それはすごい、あ、やっぱりさすがだね、あ、なるほど、へえ、それでどうなったの、さあ面白くなってきたね、ありがとう、本当に嬉しいです、大丈夫、必ずうまくいくよ、私はあなたの味方だからね。これはあくまで一例でございますが、こういった言葉を例えばスマホ、天井、こういったところにこう貼っていくことで意識することができるということです。それではまとめです。1番、話の上手い人は人生がうまくいく。自己肯定感を高めていただくことで会話に自信が持てます。ポイント2番目です。普通の人でも簡単に会話名人になれるコツは3つ。否定しない空間を作ること、笑顔でうなずくこと、プラストークをすることです。ポイント3番目です。話し方は聞き方が9割。相手に関心を寄せることで相手も好感を持ってくれます。4番目です。相手が9割話したくなる拡張話法。簡単、反復、共感、称賛、質問、この5つを覚えていきましょう。今回の知識が少しでも皆さんの人生のお役立ちできれば幸いです。皆さんとこうして動画を通じてつながることができ、本当に感謝をしています。
このように人生にとって良い本を今後も紹介していきたいと思います。コメント欄にどういったご意見でも結構です。コメントまたは高評価、チャンネル登録などいただけましたら励みになります。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。本日はありがとうございました。